僕はですね、ぴょこたんという名前で漫画を描いたりしているものですが、今日はですね、ちょっと僕もまだよく分かってはいないんですが、なんか茨城でたこ焼き屋さんをやってる人がどうしてもたこ焼きを食べてほしいというふうにダイレクトメールが来まして、本来そういうのはスルーを決め込むんですが、なんか今回だけはね、ちょっと熱があったんで、それでしかも西日暮里まで来てくれるっていうんで、だったらじゃあ食べましょうかっていうことでね、この今ここで作ってくれるんですか、すいません、なんか今日今ここで作ってくれるんですか。あ、はい、あ、今からやります。何者なんですか。はい、あ、すいません、今これからどういう感じですか。あ、今からやるんですか。ここから、はい、ここがこう伸びて、まあちょっとそこは必須限定が本当に申し訳ない、はい、恥ずかしくて申し訳ないです、はいはい、あとは普通に焼いて、はい、あ、わかりました、ちょっとお願いします、はい、はい、普段これであれですよね、売ったりしてるわけですよ、ね、もちろんです、もちろんです。でも売ったりしたら怒られるから、ただで、はい、はい、無線飲食させてくれるんですよ、ね、普段はどこで売ってるんですか、これ。あ、茨城で、茨城の県内で、県内でどこでもいいんですか。はい、許可をもらって、はい、あれなので、怖いな、すげえな、これ1個だけで、この車だけで移動ビジネスができるっていう、なんか、コロナに負けねえべって書いてある。でもたこ焼きっていうと、その確かに美味しいっていうのは分かるけど、その差別化が難しいと思うんだよね。こんな、これ運転して茨城からわざわざ来てくれたらしいんで、うわー、つまり専業ってことですよね、専業たこ焼き屋さんってことですよね。はい、一応専業でやらせて、何年ぐらいやってるんですか。何年ぐらい、10年やらせていただいてます。すごい。じゃあ今日なんて本当は書き入れ時なんじゃないですか。優先順位はぴょこたん先生の方がはるかに上です。いやでもお休みいただいて、今日はもう、あ、で、1人前じゃないですか、2人前で。え、いや、1人前で何個ですか。そんなに食べ、8個で。じゃあ8個食べ、8個いただきます。はい、ありがとうございます。なんかその変わったところとかあるんですか。なんか一応表にメニュー、いや、その何を食べさせてくれるんですか。あ、今日、ぴょこたん先生にぜひ召し上がっていただきたいのは、はい、こちら日本一のごちそうたこ焼きでございます。で、茨城の、そうそうそう、はい、これ見えるかな。あ、見えます。そう、卵、奥久慈のとか、はい、牛久の小麦粉とか、はい、鹿島神宮の水とか、土浦の醤油とか、はい、なめ方の山芋とか、はい、日の丸のすじみとか、あと鹿島のタコと、ぴょこたんのネギと、結構、はい、茨城の結構美味しい、高くて美味しいやつ集めてやってきたやつを、はい、1800円。はい、高い、すごい。まあ確かに高級なものばっかりだ。それを僕は今日はとりあえずただでいただきます。これでも一番人気かな。あ、本当だ、すごい、東京新聞に。しかも最近だよ、2020年4月21日。あ、なんかもうやってくれてんじゃん、これほら。なんか怖いな、爆発とかしないかな。さすがに10年やってるプロだからそんなことはしませんよ。おお、あ、ここも開くんだ。まあ、下はすげえボロいことになっちゃって、申し訳ないですけども。いえいえ、今ここしか映してないし。あ、でもこれ頼む人って結構いるんですか。一番人気商品ですか。一番人気はまあやっぱり普通のやつですよね。普通の安いやつの方が人気ですね、はい、やっぱりお財布に優しいし、うん、あ、でかっ、やっぱりすごい傾きがでかすぎないですか、タコが。あ、タコはまあややでかめに。
おお、なんだこれ。あ、天かすです、天かす。出てもらうかといい匂いが。あと5分ぐらい、5分ぐらいでいきます。はい、いや結構大変ですね。こんなに注文が入ってからいつもこういう風に作るんですか。待ってもらってます。お金と時間をいただいてしまってる商品で、そう、昨日も随分待たしちゃって、かけて。そうですね、まあほら焼けてるやつをね、配線800円って出すわけにもいかないので、はい、お金も時間もいただいちゃってますね。それに関しては。で、並行して普通のたこ焼きも作って、こちらで、こちらでやったりとか。全然素人だからわかんないけど、なんで、こう、場所を変えたりしてんのかなとか。これは、温度がほら、から焼きになって、はい、こっちが上がっちゃったり、から焼きになってる部分が上がっちゃうので、それで、あとは、風がこう吹いたら、こう、熱もこう流れちゃったりとかするので、厚くて柔らかいんで、はい、一玉をこう撮影用にガボッとやると結構大変なんですね。やけどしちゃいそうだから。そこは気をつけて見せてください。あ、もうできたんですか。はい。はい。あ、じゃあ、じゃあ、あっち側に行きますよ。はい。じゃあ、こっちの方から。あ、ありがとうございます。じゃあ、ここで食べていいのかな。え、何ですか、これ。はい、あ、おじゅうで、あとそう、そのまま召し上がっていただいても OK ですし、はい、塩つけていただいたり、薬味の、わさびつけていただいたり、しじみの汁つけて、はい、ちょっとじゃあ、ここの角っこでこれ、すごいな。なんか、やたらと豪華な、うわ、いやこれは、高級感あるわ。なんか、わかるかな。1800円のね、超高級たこ焼きですから。東京新聞にも載ってる。じゃあちょっと早速いただいちゃいますか。じゃあいただきます。これは、結構、柔らかいんですけど、なんか思ったより全然優しい味だな。かなり優しい味だわ。あ、タコがでかすぎてタコがでかすぎてもう中に入ってない。たこ焼きっていうと普通ソースとさ、マヨネーズと鰹節とかパンチの効いた結構ガツンとした B 級グルメって感じですけど、こっちは結構あんまたこ焼きっていうよりはなんだこれ、なんか和食に近いみたいな、和食の焼き物に近い。いや、美味しいです。優しい味で、ね、はい、
まあ、茨城の美味しいを集めてきたっていうことが一つと、うん、はい、安くて美味しいのたこ焼きのポジションの中から、はい、うん、高いけど、わかります、わかります、より美味しいっていう、はい、ブランド志向というか、で、わさびとかもつけて、はい、なんなら味変して、そうですね、タコがでかい、まあ、タコのその鉄板焼きをなんか食ってるような、あ、わさびつくこのわさびは何ですか？いや、それはあの普通のわさびでございます。そう、塩とわさびに関しては今まだあの試行錯誤中なところが実はあって、うん、あのその中のたこ焼きの方は、はい、あれだったんですか、あの何が入ってるんですか、もう一回、チーズとか入ってるんですか？チーズ入ってないです。実はさすがだなって思ったのは、あの生クリームは入ってます。ああ、なんかその確かにそういう感じですね。これ何ですか？それしじみさんのしじみの出汁で、あのまあ茨城県の日沼っていうところのしじみが結構有名なので、はい、それで、まあ、そう、茨城の美味しいを集めてこようっていうことと、あのたこ焼き の、 あの高級路線を開拓しようっていうことだ、うん、まあ誰もやってないのは、まあ、あのそれは売れねえからだよっていう面もあるかもしれないですけど、結構スルスルいけますね。あ、なんだろうな、でもたこ焼き食ってる感じはあんまりないんですよ。それはたまに言われて、あ、でもよかったです、あのただ器違うだけやんけって言われるぐらいだったら、たこ焼きって感じはむしろないって言われるぐらいの方が。これ何ですか？しじみ飲んでいいんですか？あ、もし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 。ここにたこ焼きつけるんですか？つけてもいいですし、で、まあ、ちょっと濃いめになってます、味としてはそっちは。うん、ああ、いいですね。え、つけるんですか？はい、あのそんなことします？赤焼き、赤焼き的なやつね。はい、だし、だしつけて食べるっていう。うん、海の香りだ。このしじみの身も、これも続いて。普段はどこでやられてるんですか、これ？場所は決まってないんですか？茨城のどことかあるんですか？サービスエリアとか。茨城のワンダーグーのあっちこっちでやっている感じでは。ワンダーグー、あの本屋さんです。これは毎回全員これなんですか、この入れ物？あ、入れ物はそうです。高級感、高級感を。そうそう、あのまあ普通のたこ焼きとはちょっとあれだから、あの入れ物は五重にして、うん、それで船にして、まあ、だって例えばこれを見てる人が食べたいなと思ったら、そっか、食べないとやっぱちょっと分かんないかもしれないですよね。僕食レポとか向いてないんで。いや、もう今のピコタ先生のもうあれでもうほぼもう9割方伝わって、もうあの伝わってない、もう食べる必要がないぐらい、はい、あの伝わってると思うんですけど、確かに今までにあんまり食べた感じはない感覚ですね。そう言っていただけると思います。そうですね、確かに。いや、でもそれはもう金持ちが払うから、そこはやっぱあの強気価格ということですよね。そういう路線ってことですよね、スタバのコーヒーみたいな。あ、でもそれ確かに近いかもしれないです、あのレッドブルみたいな。はいはい、おっしゃるとおりです。確かにブランディングという意味では、ま、一応そんだけ の、 あのものはちゃんと使ってはいるんですけど、はい、もちろん外国から来てくれた観光の方とかにね、はい、日本ジャパニーズで一番高いたこ焼きだよって、はい、あとそうですよ、ね、これ日本一高級なたこ焼きとしては認定されてるんですけど、日本一ネットっていうので日本一高級な高価なたこ焼きにはなったんです、1800円。そうです。で、あのギネスにも挑戦したんですよ、1800円、はい、世界一高いたこ焼き。ただあの貨幣価値とかあの物価とかによって、確かに、まあ、1800円は別に高くもなんともない、あの定価ですぐらいの感じで、あの蹴られちゃって。ありますね、その日本のラーメンもどっかね、海外で食べると2000円とか超えたり来てますからね。そのノリそのノリで、あのそう、あの世界一にはならなかったです。あ、すみません、ごちそうさまです。あ、嬉しかったです、はい。ちょっとフィレンツェに行って話をちょっと場所を変えて。いやー、すっげー嬉しいです。いや、落ち着きましたわ。え、いや、落ち着きました。一息入れて、いやー、本当に嫌で、そう、前から動画見てて、横田先生はあの、うん、本気でやった時には相手にはしてくれるだろうなと思ったのと
まあでも意外に僕あのスルーが多いんですよね。だからなんとなくあ、そうなんですか。その中で、まあ、あのすいません、はい、と思います、あの興味が持ったというか、はい、だってまあ得ですもんね、僕たちは別にそんなに損はないっていうか。あ、そう考えていただければ本当ありがたいです、うん、あので営業日とかは特に不定休なんていうんですか、適当なんですか。あ、で火曜日がまああの今龍ヶ崎のワンダルで、はい、水曜日があの江戸崎っていうところのワンダーグー、江戸崎、龍ヶ崎で、あのワンダーグー、そうそう、ワンダーグー、まあ、本屋さんで、木曜日があのホコタっていうところの、まあ、メロンで有名なところなんですけど、うん、のワンダーグーと本屋さんで、はい、土曜日日曜日があの龍ヶ崎の、まあ、駅から結構近いあのドン・キホーテのあるあのあのクイズモールっていうところで、クイズモールやっているんです。あの昔はそのクイズモールであの収録やってたんですけど、はい、やっぱり飽きられるっていうことで。収録って何ですか。収録、あ、収録ってそういうことか。あの、あ、あ、撮る方じゃなくて、はいはいはい、週6日やってたんですけど、はい、あの飽きられるっていうのがあって、本当はお店になりたかったから、あの、あ、そう、屋台といえどもあの収録もうずっとそこにいるっていうことの方が大事だなって思ったんですけど、はいはい、あ、やはり飽きられてるっていう方がでかくて、やっぱこういろいろ行って回った方がよかったということで、あと今はほら日本一高価なたこ焼き食べてもらいたいから、はいはい、あのそのワンダーグーの中ではあの大体入れてもらえるので、はい、その北の方に行ったりとかするので、土日があの割とそっちに行く時が多い、はい、じゃあやっぱたこ焼きはこれからも続けていく感じで。はい、なんかその SNS とかでも活動したりとか、こういう活動とかもしたりってことですか。ツイッターはやってます。あ、でその進出とかするんですか、どっかこうよく。あ、最終的にでも世界中の人を幸せにしたいから、あの、うん、マジで世界の、例えばスペインタコを食べる文化あるらしいので、はい、そういうこうニーズのあるところに行って、僕が貧乏のまんまでもこう商売のセンスのあるやつがこうやってくれたら、あの僕はもうワイが育てたって言える。わかります。あの中本とかそうですよね、知ってます、あの辛いラーメンの中本って。あ、確か創業者は全然商売気がなくて、あれファンの人が全部広めたんですよね。そうだったんです。2代目の店主みたいになって確か1回潰れましたもんだって。え、そうだったんですか。確か僕ジャンク反対をしたら20年ぐらい前に連れてってもらったんですよ。なんか板橋かどっか忘れたけど、変な汚ねえところでこの子がすげえんだみたいに言われたけど、はい、あれが今日本中で見るじゃないですか。カップラーメンでも出てますね。あれはなんかそのファンの人が広めたらしいですよ。あ、それはそう、はい、そういう可能性はありますよね。はい、もうあのうちのチームメンバーが頑張ってくれると思います。僕にはちょっとまだどんぐらいの可能性を秘めてるのか全然分かってないですけど、はい、まあこの動画を見てね、少しでも興味を持った人もどこかでね食べられる可能性ありますし、はい、いずれ、はい、はい、ちょっとそれをじゃあ期待しつつ、まあ、今後も何かあればぜひ、はい、都内とかにも何なら進出する可能性ってないんですかね。よくなんかフェスとかやってるじゃないですか、はいはいはい、あの上野公園とかで台湾フェスタみたいな感じでこう移動者いっぱい集めたりとか、ああいうのって食い込んだりできないんですかね。東京ドームで、ね、なんかほらあの確かにご当地ふるさとフェアみたいなのあるじゃないですか、はい、はい、ああいうのの利権ってどうなってるんですかね。まず営業許可を取ることから入ると思うんですけど、はい、営業許可取ったらあの、はい、行けるはずです。そうですね、ああいうところだとちょっとこう目立つじゃないですか、はい、なんならゲームショーの、あの、まあ、仮メッセのこう屋台とかいっぱい並んでるじゃないですか。あ、ありますね、はい、ああいうのってどういうふうにあれなんですかね、厳選されてるんですかね。厳選はまあしてるのもあると思うし、あの多分出店料が鬼のように高いんだと思います。あ、そうかも。そうですね、でだからそう、あの赤字覚悟でもうあの宣伝だと割り切っていっちゃうべきですよね。いやでもそれは無茶かもしれない。確かにすくそ高いかもしれないですね。東京ドームでやってるあのふるさと、前彦龍さんと言ったんですけど、あの、はい、ほらなんかこういくら丼とかご当地のいっぱいイカ飯とかああいうやつですよね。その中にあってもまあおかしくはないですよね。日本一高かったこ焼き売れるかどうかは別として、うん、まあ確かに回転率もね重要ですからね。結構あれ作るの時間かかりますね。めちゃくちゃかかりますもんね。あれ時短とかって結構難しいんですかね。短縮はどうなんでしょうね。その長さが、まあ、確かに高級につながってくるっていうのもあるのかもしれないんですけど、あのまあ鉄板の数を増やすとか。ああ、そうか。でもそうするとまあさらにコストがかかっちゃうのか。まあどうなんでしょうね、まあ、いっぱいひっくり返したりしてたけど、はい、うん、
あれ実はあのそう1人前だからやってやりますけど、はい、ある程度の個数だと、はい、こう全体的な火がムラがなくなるんですよ。あ、余熱であの火同士があの、あ、そのままできる、そんなにひっくり返す必要がなくなって、あの移動はそんなにさせなくても済むと思います。なのでまあ、うん、岩をのみでやるんだったらそれでも、あ、そうですね、やるとしたらのみでやった方がいいですよね。だって、あ、やっぱりそうですよね、僕もそう思います。まあ、そういうところに行くとしたらですよ、はい、そういういっぱいの敵がいる中で、はい、うん、でもそれで売れるかどうかはちょっと分かんないですね。いや、まあまあまあ、1800円かなり強気。そ、まあ、まあまあそうです、そうそうそう、まあでも、まあ、そういつも通りのところでいつも通りのことやってあの、はい、ね、利益を出すぐらいだったら確かに違うことをやってみて、価格の高さがインパクトになって選ばれるって可能性も確かにありますからね、はい、普通に500円で普通のたこ焼き売ってても買わない人が1800円のこれをね引っ下げてやれば買う人もいるし、戦略としてはありですよね、はい、そう思いました。ありがとうございます、はい、引き続き動向は僕はウォッチさせていただきます。あ、それは本当にもう大丈夫です。あの、また何かございましたら、はい、はいはい、概要欄にツイッターアカウントだけこう貼っておきますので、興味ある人はそっちから行ってもらえという感じで、はい、じゃあちょっとすみません、今日ごちそうさまでした、ありがとうございました。